これが眼内レンズ計算のため の、まあ、あの数値ですね。こんな感じで、一個一個こう OD って書いてあるのは右、 OS って書いてあるのは左です。でこれ、もちろん度数を決めるのは医師になるんですけれども、病棟でもチェックしてほしいし、オペ室でもチェックしてほしいし、みんながこの度数は変じゃないかなっていうのをうっすら認識してもらって、誰かどっかでミスしてないかっていうのをチェックしてほしいんですね。そうしないと間違った眼内レンズ、人工のレンズを、患者さんに入れてしまうことになるので。でこの目標屈折値って書いてあるこれがだいたいどのぐらいに度数を合わせたいか、0ぐらいとかですと、まあ、遠くに合わせる、マイナス1とかっていう数字ですと1メートルぐらいですね。マイナス3ぐらいだと30センチぐらいなので、まあ、2.5 だと30センチ近くに合わせるイメージになります。で、ここの数字、AL って書いてあるのが眼軸、目の直径ですね、になります。これがだいたい左右差一緒かなって見ると、26.97、26.6、まあまあ一緒ぐらいでしょうっていうことがわかるわけですね。あんまりこれが差にあると、下のこのアルコンアクリソフトーリックっていうのは、まあ、いわゆるこう乱視の用のレンズを入れるときの度数です。で、こっちがよく、使う IQ とか、いわゆるアルコンのレンズの度数で、こんな感じで線を引いてあったりとか丸をしてあることが多いです。で、例えば今回ですとこうやって 14.5 マイナス 2.5 ぐらいを合わせましょうというふうに人工のレンズを決めるわけですね。じゃあ右目がこうだとして、左目はどうなのっていう話になってくると、左目は 13.5 っていう数字になるわけです。右と左の度数があんまり違う場合は、何か計算が間違ってないかなとか、例えば測定が間違ってないかなっていうのを注意してみてください。人間そんなに右と左の、長さがとか、レンズの左右差が出るってことはそんなにないので、差がある場合、こちらがミスしているかもしれない。もちろん患者さんに左右差があることもあるんですけども、一番はまず自分を疑って調べてみてほしいなと思います。で、この数字いつも注意して見ていると、例えばたまにプラス8とかプラス3とか極端な数字が出ることがあるので、もちろんそれが正しいこともあるんですけど、よくあるミスは13なのに3とか、3なのに13を入れちゃうとかっていうことがあるので、そこをちゃんと注意してください。こっちはですね、いわゆるこう超音波で、目の長さを測る。先ほどのは、まあ、いわゆる光などを使って目の長さを測ってるんですけど、超音波を使って目の長さを測ったものです。で、それによって度数を計算しているということで、まあ、基本的には先ほどの計算と似たような数字が出てくるはずです。一方で、例えば超音波と光であまりにも度数に差がある場合、網膜剥離をしていてうまく測定できていないとか、目の玉の汚れによってうまく測定できてないことがあります。そうすると患者さんに間違ったレンズを入れることがあるので、ちょっとこれもあんまり違わないかっていうのはチェックしてみてください。